どうも、せいじです。今ね、ちょっと雨が降り出して、あっち側は晴れてるんでしょうけどね、こっち側は雨降ってます。まあ、すぐ止むと思うんですけど、さて、今日は釣れるだけ釣りたいなと。目標10匹、10匹目標にしてね、ちょっとやってみようかなと思います。さて、何匹釣れるでしょうか。渋い日でしょうか。どうでしょう。いや、頑張ってみます。さて、1投目。おっと、思ったより左に飛んだ。今日はね、そんなに濁ってないんですよ、いつも。あれ、えらい左飛ぶな。いませんか。水深 1.5 ぐらいから見えなくなりますね。やばい、10どころか1も釣れてない。まあ、釣り始めて数分ですけど、もう1匹釣れてもね、おかしくない展開なんですけどね。10釣ろうと思ったら次々釣れないと10にはならないですからね。やばいやばい、今さっき掲げた目標にもう早速黄色信号が灯り始めたぞ。これ、ちなみにここではこっち側でね、1匹も釣ったことはないですけどね、まあ、もう10目標にしてるんでね、いそうなところはもう全部打ちしていかないと10にはできないでしょうから、少しの望みでもね、ちょっとトライしていかないといけないですね。さあ、気を取り直して、この橋脚周りですね、打っていきましょう。なかなかね、あれ、風吹いとるな、厳しいですね。おお、食った。おお、いきなり食ったね。なんだ、壁ギリギリで食った。何これ、チヌかな。ああ、チヌの子供みたいなのが釣れましたね、1匹目。しっしゃ、1匹目壁ギリギリヒットしましたね。びっくりした。さて、2柱目。ここで稼ぎたいですね。1柱1キャッチを目標にして、ベイトがめちゃくちゃ小さいですね。なんか表層にいるのは。マイクロベイトは逃げている。やばい、1柱1キャッチを目標にしてるんですけど、釣れなかったんでね、次の柱で2キャッチしないとね、辻褄が数が合わなくなってきましたね。これ3柱目おっしゃ、食った。うわー、シーバス、シーバス食った。コツンってさ、一発当たってね、
ッキングしなくてもう一回来たんですけどね。あれ2匹目ですね、おそらく。10匹釣るっていう中でね、バラシになるとね厳しい、バラシ出すと厳しいですよね。うっしゃー、強い、こいつは強いぞ。跳ねないところから見て死ぬかな。かかった瞬間の重さが、お、引く、こいつ強いぞ、強い強い、おー強いね。一瞬真っ黒なあれが、うわ見えた、でかいでかい。いや、これはちょっと取れるかもね。口にかかって、エラにもかかって、ヒレにかかってな。うわ怖っ、取れた取れた、オッケーオッケー。いや40ちょっとぐらいしたけど引きましたね。なんか釣れるタイミングが全てもう壁ギリギリっていう感じでしたね。1匹目も2匹目、3匹目か、死ぬ、全部壁ギリギリを通る瞬間に襲ってくるっていう。離れると、まあ離れても釣れるんでしょうけど、壁ギリのタイミングで食ってくるね。来た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 、シーバスかこれ。おお、おお、うわシーバスや、シーバスか。うわ嘘、マジこん中入っていくな。おおじゃ、おおじゃ、うわ、いや出ましたねシーバスさん。酸素がポツポツたくさん得られる場所で、おお元気すぎてあげれない。いや大きくはないですけどね、あ小さくない、いやいや、まあ60ないぐらいですね。これちょっと怖いんでね、取りましょう。ゲット、これぐらいでも引きますね。お、なんかおったね、チヌでしょうね、今ね。あ、その中にもチヌおるぞ、落としてみようか、これチヌ、チヌが中いましたね。ぴょんぴょん、おー食った、うそやろ、ふざけてぴょんぴょんさせてたら食ってきた。うわうわ、ひくひく、ちょいでかいでかい、うわうわマジか、うわフック1本かかってたって感じですね。シーバスがすげえやる気があるのがいますね。怖いのがね、中にモグラ入られたらね、うわ塩辛、よっしゃ、でかいですね結構。あ、ミスった、ああ勢いづかせてしまった。うわうわ、
フック1本だけでしたね。なかなか、まあ、これで60ぐらいか。なかなか大きく見えたんですけどね。ただ巻きよりもなんかちょん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 させてアピールさせて、ほら食った、その方がいい。かなりシーバスがいるなこりゃ。こいつら水ぶっかけてくる。もう自動リリース願いたいところです。ブワー、なんか10匹も見えてきたんじゃないか。これシーバスが景気よく来るんでね。今日はなんかね、チヌよりシーバスデーって感じがしますね。なんか、わあ、当たった。ちっちゃい当たりを重ねて、あ、外れた。今小さかったですね。ちっちゃいやつが口が小さいもんだからなかなかフッキングせずって感じ。あ、リップが折れてる。どうしてだ。マジか。何が起きた今の瞬間に。珍しいね、リップ折れ。リップを食いちぎられたが、どこにも当たった感じはなかったですけどね。非常に活性が高い今日は。ほら、活性が高すぎてバイクまでブン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 よるな。当たった、よいしょ、よいしょ。強い強いぞ。おっと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 、竿持ってかれる。おお、どこへいる。おお、でかい。これはでかいじゃん。ちょっと、おーい、ちょっと、船が揺れる。でかい、でかいおじいちゃんって感じですね。あ、取れた。今で5キャッチか。いや、いいね。天下今ので。おー、出た。やっぱり壁切りです。壁切りじゃないと出んな。うわ、引く。壁から5、60センチ、70センチ離れると食わんね。気づいてないかな。
すげえ引くじゃんこれ。どうなっとんやこれ。リーダーが見えてきた。来たね。大きくはないけど若くて元気って感じですね。おお、若くて元気。もう外れてくれ。今6匹釣れたか。よし。本当これぐらいの壁切りじゃないと食ってこないですね。どういうことか。おお、来た。来た。来た。目の前で来た。よいしょ。かなり活性が高い。お、前フック食っとるじゃんこいつ。これルアーが一瞬遅くなったから前食ったわけですね。これ巻き上げるタイミングだったのかな。あー怖っ。はい、バイバイ。今度はこちらの橋下、出るか出ないか。今日はどうも壁のギリギリ通さないと出ないですね。ギリ通せばすごい確率でいく。これぐらい、まあ出んか。出る場所もあれば出ない場所もある。ああ。おお、出た。追いかけてきたんかな。うわ、角っこで。よし。うわ、強い。よっしゃ。おお、そこそこサイズだ。40ちょい。さて、このポイントもね、いい思いさせてもらった一つなんですけど、1匹ぐらい釣れるかな、ここで。いいとこ行った。うわ、落ちパクじゃないか、これ。いいとこ行ったと思ったら、なんでこりゃ。おお、引く。何これ、ブラックバスとかじゃないのよこれ。チヌで落ちパクなんかあるか。おお、引くわ。チヌじゃん。チヌで落ちパクなんかあるんだな。いいサイズで、しかも怖い。この元気なやつは怖いよね。よいしょ。チームで落ちパクがあるか。やっぱり壁切りでしたね。かからんかったね。よっしゃ、記念すべき10匹目。よっしゃ、よっしゃ、記念すべき10匹目。おお、丸飲み状態じゃんこれ。おおおおお、すげえ暴れる。どうなったんやこいつ。
駅目、バイバイ。丸飲みされてましたね。船が流される、めちゃくちゃ。おお、ちょ、なんじゃこりゃ、クソ引くじゃんこれ、こいつ。ちょっとマジで何これ、クソ引く。うわ、ま、マジかこいつ、なんじゃこりゃ、めっちゃ引く。タイとかじゃないかこれ、何これ、化け物だなこれ。あ、シーバスかい、クソ引いたわ。チヌの50オーバーか思った、シーバスしたね。ちっちゃいぞこれは。おいしょ、おいしょ。くっそ、今チヌがギリギリでカヤックに気づいて逃げたな。おっしゃ、食った。何これ、え、めちゃめちゃちっちゃいチヌが食ったよ。例えるならせんべいサイズのチヌが食ってきた。なんか不思議なものを見たな。うわ、追いかけてきていた。早いなありゃ。当たった、おっしゃ。先行者がいましたが、出ましたね、ラッキー。おっしゃ。え、おおおお、びっくりした、なくなったかと思ったら外れた。当たるな、そこで。おっしゃ、今さっきも当たって、おお、抜けた。チヌしたね。さすがにくたびれてきたよ、おっちゃんは。針かかるんかい、俺。
バリバリ刺さるよ。